のだよ。あたちはかわいいお餅だよ。はい、ということで今日は夕ご飯を作る準備動画、イエーイ。ゆうちゃん、ママのこと大好きなの多かったよ。ママのこと大好きなの多かった。ママのお餅ちゃんのこと大好き。はい、ということで今日は夕ご飯を作る準備を取っていこうと思います。おもちゃんはあっちのお部屋でお利口さんにしててね。よかったね。今日の夕ご飯はローストビーフ。ローストビーフってさ、こう寝かせるのに時間かかるから、まずはローストビーフから作っていく。クックパッドのフライパン一つで簡単ローストビーフっていういちごさんのレシピですね。これをいつも使って作っております。あ、これ毎度のごとくなんだけど、ちょっと今ご飯炊いてるからちょっとうるさいよね。気にしないで。まずさ、このレシピ超簡単にめっちゃ美味しいローストビーフ作れるからおすすめ。ただやっぱなんだろう、ペペって作れないのがまあちょっとローストビーフのネックだよね。簡単にねできるんだけど、ちょっとひと手間だよね。油引いて、お肉をね入れちゃいます。で、メンチはなんかこのレシピ結構なんかニンニクと生姜スライスにみたいな感じなんだけど、もうメンチはめんどくさいからチューブ使っちゃってる。じゃあお肉がねいい感じに焼けてきたんで、生姜とニンニク、あとはこれで一煮立ちさせて火止めて蓋して余熱で1時間放置したらもう出来上がりで、これ今さ入れたなんかみりんとか醤油とか入れたやつにちょっととろみつければそのままソースになって、そのソースがまたおいちいメロなの。ここまではめっちゃ簡単だし、もうこっからさ1時間放置、もうこれがちょっとめんどくさいんだけど、この間に他の副菜作れるからそんなめんどくさくはない。でよく聞いて、見て見て、あーかわいい、やっと手に入れられたの。ほらー、わーかわいい、ほらーかわいい。なんかさ、これが出た時さ結構さ、あの親戚ちゃんから今度なんかウォンジンとなんか推しの子コラボでコスメ出るよみたいな DMをすごくいっぱいもらったんだけど、なんか正直メロチフェイスパウダー使わないしなみたいな、でこの目の下のキラキラも使わないしなって思って予約とかしなかったので、実際発売されてなんか友達が買ったみたいなストーリー上げててさ、えこんな感じ、えめちゃ可愛いじゃんって思って、やっぱ実物見ちゃってね、えメロツも欲しいって思った頃には全然買えなくて、でちょいちょい探してたんだけど全然なんか売り切れみたいな、どこもね感じで買えなかったんだけど、ちょっと期間置いて探したらあって、やっとゲットできたの。じゃやっぱさ、使う使わないじゃないなって思って、やっぱオタクとしてはもう使う使わないじゃなくて、やっぱ持っとくことに買うことに意味があるんだっていうのに後から気づいたの。でこれこのまま蓋してみたいな感じだけど、ちょっとこれも置いとこう。でこの子はちょっと1時間寝かせると、あこれフライパンが浅い場合は途中でちょっとひっくり返したりとかした方がいいみたいっていうことで、今が5時20分、6時20分まで、はい。そしてスープは今日はミネストローネっていうかさ、ミネストローネ率高くない？メロチミネストローネ好きなんよ、メロチが。ミネストローネはクックパッドの栄養士のレシピさんのレシピです。いやミネストローネってめっちゃいいと思うんだよね。美味しいし野菜もいっぱい取れるし、なんかおしゃれだし手凝ってる感あるし、ミネストローネって最強のねスープレシピだと思ってる、メロチは。結構ミネストローネ作るときはレシピ書いてあるけど、なんか分量が割と適当、材料の対比はそんなに気にしてなく、こんなもんでいいかなっていう感じで入れてる。
だからなんか日によってはなんかスープよりも具材の方がめっちゃ多いじゃんみたいな。メラって基本的にスープ作るとめっちゃ具が多いタイプなんだけど、ほぼほぼ汁ないじゃんっていう感じにねなることがね多いかな。でついでにおもちゃん用のご飯もね、おもちゃんのご飯は今日はねつなぎもと野菜をね会いたいんだけど、メルチはスナギモと野菜を炒めるときはスナギモはスナギモで炒めて、野菜は茹でといてもう仕上がるなっていうときに野菜ちょっと軽く入れてウェーって和えるだけにしてやるの。なんか野菜に焦げついちゃうからっていうかさ、メルチ冷ワンドラ好きじゃん。だからさ今さうちの冷凍庫がさ通販のトラ商品に埋め尽くされちゃってて、ぜひおすすめを見せたい。これ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 めちゃくちゃおすすめなの。この西山金時スイートポテトロールっていうのがあって、マジでめっちゃ美味しいし、多分今まで食べた中で一番美味しいスイートポテトだと思ってるの。スイートポテトロールって言われると普通になんかロールケーキの中にスイートポテト入ってるんかなって思うじゃん。違うの、スイートポテトがロールになってんので、中に生クリーム入ってめちゃくちゃ美味しくって、一時めちゃくちゃ買いだめしてたから多分8本ぐらい冷凍庫に入ってて、これで食べたい時に、あ今日の夜食べようと思ったら朝冷蔵庫移動させて8時間くらいで多分解凍されるし、なんなら半解凍で食べても美味しいらしいんだけど、大体うちは夜食べるんだけど、これ本当におすすめなんで、まだ食べたことない人通販の虎のサイトからぜひ買って食べてみて、もうマジで美味しいし超おすすめで。そしてちょっと前に多分お芋スイーツとか言って動画出したじゃん。であれから姫ちゃんがお芋大福アイスにハマって絶賛今リピ中です。だからうちの冷凍庫今ねお芋スイーツまみれ完全に。そうだからこれ貼ってあんの。あ気づいた、このここのさ冷蔵庫のとこにさこういうのが貼ってあるんだけど、これ裏に解凍方法が書いてあるから、あこれなくしちゃいかんなと思って、これがそのお芋のアイス大福のやつで、これがその後に買った生スイートポテトってやつで、これが多分動画でも紹介してたやつ、スイートポテトのタルトみたいなやつ。いつでも食べれるようにね、なんか解凍の仕方を貼ってあるの。ねえ玉ねぎ置いてたらこんなことになったんだけど育っちゃったよ。これさすがに無理だよね。メロッこの新玉あんまり好きじゃないんだよね。皮がさめくりにくいから、薄い皮めくりにくくない？そんなにめくれないから。ワンちゃんは玉ねぎ NG なんで、これはおもちゃんのには入れません。で前はブーちゃんのお弁当も一緒に作ってたけど、今はリュウのお弁当も作んないといけないから、とりあえず夕ご飯とおもちゃんのご飯は夕ご飯とおもちゃんのご飯で作って、お弁当の献立を考えて夜もうちょっと遅い時間に下準備だけするっていうね。だから夕ご飯の時にお弁当は作んない。ご飯の準備がめちゃくちゃ遅くなった時はもう一緒に作るけど、下準備もで、ここにのレシピにローリエって書いてあるけど、ローリエを入れるメリットを感じないし、ローリエってそんなに使わないしっていうので、基本的にまずローリエを入れません。でもブーちゃんがたまにパスタを作ってくれるんであるのはあります。でもこれでも十分美味しくできるから。でこれで10分から12分15分か煮込む。マジさ料理人への冒涜だと思うんだけど、これであとさ煮込んだら終わりじゃん。ねえちゃんめんどくさいからもうこの時点で塩コショウも入れちゃうの。忘れちゃうからあ最後の仕上げ忘れて出しちゃったってならないように、本当は煮込んだ後に塩コショウ入れて出来上がりなんだろうけど、ねえちゃん忘れないように先に入れとく。だから本当に料理研究家の人からしたらうわありえねえって思うんだろうけど、大丈夫、結局どっちみち美味しくなるから。
マジね、めんどくさがり屋の主婦が料理するともうこんな感じ順番よりも効率化あともう一個サラダさ、何作ろうかなと思ってさ、保存してあったレシピにさ、ニンニク香る大人のポテサラっていうのがあって、これ気になったからこれ作ろうかなって思ったんだけども、この間お弁当用に作った海苔塩ポテサラが美味しかったから今日はそっちに変更。この子ちょっといったん、マジさコンロが2個しかないの超不便、せめて3つ欲しいよね。しかもさ、このレシピレンジで簡単みたいな感じなんだけど、まずは基本的にレンジで簡単みたいなやつ好きじゃないから湯がいちゃう。なんかさ、レンジってうまくいかないんだよね。例えばさ、じゃがいもを切って600ワットで4分チンとか書いてあったりするじゃん。チンするやん、ピカピンなんとったりとかさするわけだから、なんかレンジでどうとか書いてあっても基本的にそれは無視しちゃう。でポテサラ用のじゃがいもを茹でるときは極力時短のためにもう薄めに切って湯がく、その方が早く火通るから。じゃあこの間におもちゃんのおすすめよ。いや、イケメンがお風呂に入るのかい。今日はラストビーフ。うん、そうだからりゅうちゃんのもも肉ちょうだいそう、イケメン息子といえばちょっとうちのイケメン息子の話してる。なんかさ、メロチがさ授業参観の日があったんだけど、そのさ授業参観の日ってさ、正味さりゅうちゃん学校までさ時間かかるからさ、行くのにめっちゃ朝早く出てってるんだけど、ってことはよ、つまりそれ以前にみろちは早く起きてお弁当作るわけじゃん。その中でりゅうちゃん、明日さ授業参観あるじゃんみたいな、ママ朝お弁当作ってそれ持ってってもらうのか、授業参観行った時に渡すのか、どっちがいいって聞いたら、え、ママはどっちの方が楽って聞いてきたの。いやー、いけーと思って、なんかさ相手の気持ちを考える発言ができる男って最高じゃない？わかる？こっちは選択肢与えてるんだ、どっちの方がいいかなって、たらそれをさらに上回る相手の聞き割りのできる発言、かっこいい、うちのイケメンかっこいいと思って。結構ねそんな感じで聞いてくれるの、りゅうちゃんは。この間もりゅうちゃん部活してるんだけど、あ、何部とかはまあちょっと内緒として、りゅうちゃん部活してるんね。で今日部活昼までだけど弁当いるいらんみたいな聞いた時も、え、ママはどっちの方が楽みたいな聞いてくれるのよ。本当に親の顔が見てみたい。やっぱね、このね、相手の立場に立って物事を考えるっていうのはね、大事だよね。まあね、いい年こいた大人でもね、できない人いっぱいいるけど、それが高校生がさらっとできちゃうっていうところがね、もう本当に育て方がいいわ。で、しかもさ、昨日もさ、姫ちゃんとお出かけしてたんだけど、帰ってきたら、姫の机の上にね、ミスドが置いてあったの。りゅうちゃんが姫ちゃんにねミスドを買ってきてくれたらしくって、本当に彼は気配りのできる優しい子だなってなんでメロッチとかにはなかったかって言ったら、そのもうちょっと前にも聞かれたことがあるんよ。今からミスド買いに行こうと思うけど、ママなんかミスドいるみたいな、ママはいらないって言ったのね、その時に。で姫はって聞かれて、姫いたから姫に聞いたら、姫は何々が欲しいみたいな話をしたから、多分それを覚えてたから、あ、ママはきっとミスドいらないだろうな、でも姫はミスドのこれが好きだからこれ買ってってあげようっていう思考に至ったんだと思う。さ、何でもいいけど、昨日さ大須に行ったの、姫ちゃんと。あ、大須に行く前の話からさせて。昨日さ、おもちゃんがよく着てるお洋服、キャンディーブッピーのお洋服をよく着てて、でそれが名古屋でポップアップをしてたのね。でそれに着たいなって思ってたんだけど、メロチ結構気分屋なとこがあるから、起きてから行くか行かないか決めようと思ってて、で朝起きて、でまだ眠かったから二度寝したので、
まだ起きたら昼前だったからよし行けるなと思って、で姫ちゃんにママポップアップ行きたいんだけど姫も行く、その後よかったら大須行くみたいな、じゃあ姫で行くって言うから、あじゃあ一緒に行こうっつって、おもちゃんと3人でまずポップアップ行ったんだけど、そしたらメルツの推しのポメラニアンちゃんの奈良様がいて、これはやっぱり運命的だね運命的だと思ったよ、すごくない？フラッと行って推しに会えるんだよ本当に可愛かった、昨日も奈良様で、おもちゃん一緒に写真撮ってもらって、そっから姫ちゃんと大須で食べ歩きして帰ってきたんだけど、メルツさ前からちょっと思ってたことがあって、動画の企画でなんだけど、なんかリュウちゃんってメイドカフェに行ったらどんな反応するのかなって思ってて、でそれをずっとね動画にしたいなって思ってたの。そもそもなんだけど、全然そのメイドカフェとかコンカフェとか全然わかんないね状態なんだけど、その状態でマネージャーにその未成年でもそもそもメイドカフェ入れるのかっていうのと、その撮影許諾が取れるのか、でそこを確認してほしいっつってずーっと今まで来てるんだけど、昨日さ大須行ったらさ、だっけメイドリーミンだっけな、メイドリーミンって小学生とかでも入れるんだね、そこで未成年でも入れるんだって知ったから、もしよければうちのメイドカフェ未成年入れるし YouTube も OK だからぜひうち来てっていうメイド喫茶さんあればぜひ、あ DM ってかメッセージください。ちょっとね気になってるんだよね、リュウちゃんが目の前でメイドさんがもういいもういいキュンとかされてるとどういう反応するのちょっと面白そう。そうそうもう雑談が止まらない。ねこのプチトマト知ってる？この晴れの日っていうプチトマトがあるんだけど、ここのプチトマトめちゃくちゃ美味しい。あでもちょっと高いの。このちっちゃい一箱こんだけなんだけど、こんだけで600円ぐらいしてちょっと高いんだけど、めちゃくちゃ美味しいの。おすすめ。あ通販とかでも売ってる。最近20箱やばいよね。めっちゃ動画見て気づいたけど、20箱がやばすぎて、メルツ自分で20箱にしか目いかないから、もうちょっと近々打ってくるわ妖怪注射。あちゃんと今もまだジム頑張ってるんだよサボってると思われると嫌だから言っとくけど、頑張ってる。1週間に1回ジムに行ってちゃんと頑張ってるし、お家でも筋トレやってるし頑張ってるんだけど、やっぱりそんなすぐには劇的な変化は現れないよねやばいよね。いやさ、これめっちゃ結構ガチで考えてるんだけど、どうしたら愛ちゃんになれるのかなっていうのを割とガチで考えてるのね。この間ほら東京行ったじゃん。その間もずっと自分の写真と愛ちゃんを比較しながら、どこをどうしたら愛ちゃんになれるんだろうっていうのを真剣に悩んでたの。でも結論やっぱりメロチは多分そもそもだけど顔が長いから、それはまず顔の長さをどうにかしないとダメだなっていうことに行き着いたんだけど、その他で他になんか手打てるとこないかなって考えた結果、なんか最終的にはどこをどうあがいても愛ちゃんにはなれないなってことに気づいたんだけど、どこをどういじったら愛ちゃんになれると思う？そう今令和の虎でさ、麻生先生がさ美容版タイガーファンディングみたいなやってんじゃん。整形版かなあれ。あれに出て星の愛になりたいですって、どうしたら星の愛になれますかって出演してこようかなって考えたぐらい結構悩んでるんだよね。さあ愛ちゃんのさカラコンみたいな目星書いてあるカラコンがあって、でそれも買おうと思ったんだけど、それ銅なししかないのね。だからそれはさ買えないじゃん、悲しい。でもいるじゃんね、ほら世界にはさ、なんかバービー人形ちゃんになりたくてバービー人形ちゃんになったみたいな人とかさ、悪魔になりたくてなんかおでこから角生やした人とかさ、なんかいろいろいるよね。だからメロチも愛ちゃんになれるようにさ整形したいなって思うんだけど、想像なんだけど、どこをどう整形したら愛ちゃんになれるかが分かんない絶対困るよね、整形外科の先生も。愛ちゃんのさ絵持ってこられてさ、こうしたいんですって言われたとて分かんないよね、きっと。いや、やっぱ麻生先生とかドラゴン細い方だったら分かんのかな最近メロチさまた新たにさハマってる YouTube があってさ、ダンベルヒーローのさ YouTube にハマってるわけで、見すぎて見すぎてっていうか、出てるもほぼほぼ見ちゃって、もう見るもなくなっちゃったから、そのなんか関連から今スーパーノヴァ見てるんだけど
ヘロチがさ、チャンネル登録してる人ってさ、アルゴメトリーでしょ、スーパーノーバでしょ、ダンベルヒーローでしょ、令和の虎から、受験版タイガーファンディングから、なんかそういう令和の虎関連でしょ、でバン中村でしょ、なんかほぼほぼさ、チャンネル登録内容がね、メンズないのね完全に美容系チューバーじゃないんだよね今日はゆで卵の向きが絶不調だわてかさ、夏のさ弁当ってさ、マジで何入れたらいいのって感じじゃない。煮物もさ、なんか入れない方がいいでしょ。知らんけど、マヨネーズ系もさ、入れん方がいいんでしょ。でさ、生野菜系も入れない方がいいんでしょ。もう何入れたらいいのって感じじゃない。なんかいつもさ、ふーちゃんはさ、会社行ったら冷蔵庫とかさ、そういうとこに入れるからさ、そこまで気にしてなかったんだけどさ、りゅうちゃんの場合、もう保冷剤頼りじゃん。何入れようかなと思って。でも、もうなんかそんなん考えてたら正直さ、なんかおかず作るのなくなっちゃうからさ、極力保冷剤とか入れて頑張ってもらってるんだけど、でもさ、ある身近にそんなお弁当食べてさ、食中毒とかさ、そんなんになったみたいなの聞かなくない、あんまり。そんな気にしなくていいよね。え、まあそれさ、世間探せばいるかもしれないけどさ、そんな身近にいないよね、なかなかだよね、そんなって思ってるんだけど、どう。で、これ、じゃがいもに塩コショウ、オリーブオイルで、先にゆで卵ちゃん切っとくわ。やべ、全然アングル気にしなかった。この厚切りベーコンもね厚切りベーコンってこの部分邪魔じゃない。厚切りベーコンはね、このオリーブオイルで。このね、レシピもね、インスタで見つけたレシピなんだけどね、もうなんかこういうのフォローしだしたらキリないなと思って、いつもメンツはもうスクショ撮るだけ撮ってしてるんだけど、結構ね、この方のレシピはね、割と入ってる。これさ、いつもさ、レシピにさ、例えば、うちらは4人前作らなきゃいけないじゃん。でもさ、これ見るとさ、2人前ってなってるじゃん。悩まん？倍量。メロちゃん、じゃあ2倍でやったから、2倍でやろうと思うと、でも物によっては2倍やるとちょっと多いよって時あるよね。わー、入れすぎた。もういいだろう。うっ、あっ！結構しちゃった。で、これを混ぜたら、OK。ほら、うわ、美味しそう。これは、おもちゃん用のプチトマトです。おもちゃんのご飯、完成！つなぎもと野菜あえたやつで、ゆで卵とプチトマトと焼き鮭です。じゃあ、これ食べる？これ食べる？はい。おいしい？おいちゃん、おいちゃん、おいしい？おも鮭好きだよね。はい、ではいい感じなんで、お肉ちゃんがじゃーん、いい匂いしとるわただいつもさ、これさ、失敗するのがさ、肉をさ、薄く切るのがさ、大変。これ絶対薄く切った方が美味しいじゃん、こういうのって。いい感じにできてる。うわー、美味しそう。美味しそう。あとはこれにとろみをつけたら OK。うまそう。はーいって感じで、今日の晩ご飯完成。ローストビーフにニュースローに、なんだった、のり塩、なんだった、のり塩ポテトだっけはい、今日はこんな感じでございます。はい、ってことで超いい感じにできたので、今から来た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 
変なやつ。違うわ、初期持ってきたんや。初期持ってきたじゃない。酒持ってきた。カメラ揺れとるやないか。おーカメラが揺れとるぞ。箸持ってきてんや。これが撮影中やぞ。自由やな。はい、ということで今日の夕ご飯作る風景でした。ということで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくバイバーイ。